かったね。いい天気です。あ、アイプちゃん来ました。アイプちゃん。お利口だね。あんたは相変わらず。わー、最高です。誰だい君は。あ、これ、おいちゃんだよ。誰だ。17歳には思えない。代わりに買ってもらえば。それがいいね。やめて。玉突きは竹蔵ね、竹蔵楽しみだな。あ、うち2頭玉突きがでも今んとこ平和。バーニーがね、ドロ、いきなりのドロンコロロ、ドロンコロロ現れてます。おとなしく現れて現れます。っていうか、好きだもんね。好きほら、みんな現れてる。あ、いいよ。そこ行かないで、わざわざ。すごいね。まあ、最初興奮するからね。いやー、すごいね。全然プチじゃないんですよ。立派なオフ会だね。プチオフ会になってないよ。ちょっと大変だったなと思うけども、それまで。おいちゃん落ち着いちゃったよね。喉かめた。かわいいね。ノロ、大丈夫かお前。ノロ、汚れてるぞ。あ、リコです。そうです。今度日曜日ぐらいに巣立ちなの。あ、そうなんだ。今日も朝洗ったんですけど。太郎とこ行くんじゃない？もしかして覚えてる？それで今日洗ったばっかでこれやっちゃってさ。なお。何食べてるの？もう乾いてなかったよね。リコちゃん。まあ犬にとっては最高ですよ。人間の都合なんてどうでもよくて。
まあ顔見えないよ。君たち顔が下向いちゃってて見えないよ。ルナだ。あとはルナだ。ねえちょっと泥か。やめろ。食べるな。今食べるつもりの本当。みんなで朝ごはん食べたよね。やめて。なんでそこ戻るの。なんでそこ美味しいわけ。うちの子たちって土食べるんですよね。もうめちゃ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 。みんな多分なんかミネラルとか欲してると思うんですよね。そう。僕らだからなんか欲してんだろうなと思って食べさせる。下痢とかしちゃうとね。公園でももうなんか寝言も。はいはいはい。こっち見て、おい。レッチェ。レッチェ。レッチェ、レッチェ。はい、レッチェ。はい、あ、かわいい。誰だ、竹蔵。レッチェとルル君が似てるのはなんで？あ、兄弟です。やっぱり。いや、遊んできた。はい、行ってて。行ってて。動画だ。写真も撮るから。